Marina Klimova et Sergei Ponomarenko, équipe unifiée. さあ現在優勝争いの先頭にいます EUL のクリモワ・ポノマレンコです。バッハ作曲の組曲アリアとフーガです。4分間があっという間に過ぎ去りました。 EUL の
マリナ・クリモワ、セルゲイ・ポノマレンコ。3回目のオリンピック、2人はご夫婦です。最後のエンディングの素晴らしさ。サラエボオリンピックは3位、4年前のカルガリーオリンピックは2位、そしてこのフランスのアルベールビル、金メダルを目前にしているカップルです。このフリーダンスで2位以上の成績が出れば金メダル決定です。非常に優雅な、そして古典的な輝きに満ちていると言われるクリモワ・ポノマレンコの演技です。8年前、サラエボのオリンピック、17歳で彗星のようにデビューしたクリモワ。注目のテクニカルメリットです。フランスの審判の 5.5 はかなり低い感じがします。ニューエンの審判は 5.9 です。アーティスティックインプレッション、これは全員が 5.9、 フランスだけ 5.8 ですが、あと7人は 5.9。 この時点でフリーダンストップに立ちました。そしてクリモワ・ポノマレンコの金メダルが決定しました。3回目のオリンピックで金メダルを獲得したクリモワ・ポノマレンコです。